なんや坊主、人のことあんまりジロジロ見るもんちゃうぞ。かっけえ。王子、何を言っておるんです？こいつの服装だよ。すげえかっこいいじゃん。わかるか坊主、お前センスあるやん。色がいいよ。派手なだけじゃない、渋みがある。ええやん、ええやん。そこに気づいたん坊主が初めてや。実はな、これはスタード遺跡にしか生えへんキノコを染料にして色付けしとるんや。そのキノコを取ってきたら俺でも同じ色を作れる？素人さんにはちょいむずいかもしれんけど、作り方は教えたるから塗装屋にでも作ってもらったらええ。わかった、じゃあキノコを取ってくれ。スタード遺跡は危ないとこやから気をつけなあかんで。大丈夫だ、そっちは素人じゃねえから。ありがとうございました。ほっと。高低差のある場所での戦いはまず高所を抑えるのが定石だ。下から上に攻めるのは大変だが、上から下は攻めやすい。へえ、いいこと聞いた。試してみよっと。口があるな。遺跡か。そのようだな。かなり深くまで続いていそうだ。山を貫いて奥まで広がってるのではないか。まさかそこまで広くはないでしょう。めちゃくちゃでかいんじゃねえか。ああ、これほどのものを作り上げるとは大したものだ。ここまでのものを作る意味があるのやらと。かすかにキノコっぽい匂いがするな。でもここから上へは無理か。どうするかな。
険の匂いがするぜ。お宝を見つけるのはわしの得意分野です。よし、一丁上がり。めちゃくちゃでかいんじゃねえか。ああ、これほどのものを作り上げるとは大したものだ。ここまでのものを…まあ、ちっとは楽しかったぞ。良くなってきたけど、キノコなんて見当たらないな。地面に埋まっておるのか。どこかにキノコに通じる秘密の抜け道があるのかも。あのとこに持って行って色の作り方を聞こうぜ。ほっと。お宝と危険の匂いがするぜ。お宝を見つけるのはわしの得意分野ですよ。じゃあどっちが先に見つけるか勝負。やるやん。ほんまに素人ちゃうかってんな。これで色の作り方を教えてくれるんだよな。そう慌てんな。色のレシピをメモしといてやったから持って行き、後で塗装屋に渡すんやで。うわ、サンキュー。
道は急カーブが多いぞ。メーカーに乗るならスピードは控えめに。落ちたらその時はその時じゃん。楽しかったぞ。サンドランドでは見かけない生き物がちらほらおりますが、ここまで環境が変われば当然生態系も変わってくるさ。待ってたぜ。おう、アクアニウムをもらいに来たぞ。担当直入だな。だがさすがに立場上タダでくれてやるわけにはいかない。じゃあどうするんだよ。いつかできなかったタイマンをしようじゃねえか。いいよ、ここでやるのか。いや、場所を移そう。俺が有利なところにな。魔物の大将が相手なんだ。それくらいは構わんだろ。魔物の大将はサタン。いいぜ、どこにでも行ってやる。ここから西に行ったところにアラシャ村ってのがある。俺はその近くで準備してます。せっかくの怠慢だ。お前も万全の準備をしてきな。
ありがとうございました。しゃ、
待ってたぜ。この先にやり合うのにうってつけの場所がある。ついてきな。なあ、魔物って何なんだ。え、さあシーフわかる。さて、人間が生まれるより昔から地上で暮らしてる偉大な先輩ですかね。この世界の大先輩様か。そいつはすげえ。ブレッド大将軍やムニエル様はそんなのと喧嘩しよってんだな。一方的に因縁をつけられてわしらは大迷惑じゃ。皆殺しにしてやるぜって感じじゃねえんだな。俺たちを何だと思ってんだ。そんなの人間だけでやってろ。やっぱ魔物ってのはブレッド大将軍が言ってるような極悪な奴らだとは思えねえな。そうだよ、魔物は全然悪くなんかない。その通りだ。これほど純粋な者たちは他にいない。ふざけんな。悪魔は極悪以上の悪だっての。ややこしくなるからベルゼは黙ってて。クロア将軍、私たち協力できない？あなたももう気づいてるでしょ、どちらが正しいのか。そいつはどうだろうな。正しさなんて騙し絵みたいなもんだ。見方と考えようで違った顔に見えてくる。じゃああなたにはまだブレッドが正しく見えているの？あんた王女さんなんだってな。世が世なら俺はあんたの部下だったわけだ。でも残念ながら今の俺のボスはブレッド大将軍でね。あの人にはどうしようもない暮らしをしてた俺たちを軍に引っ張り上げてもらった恩がある。だからブレッドが何をしても黙ってついていくと。俺にとっては正しさより義理の方が大事でね。でももうやめとけ。こいつは覚悟を決めてんだ。やっぱ違うよな。着いたぜ。さあ始めようか。おう、おっさんたちは手を出すなよ。分かった。